これをやるだけで寝てる間にどんどん脂肪が燃えやすくなる寝る前ストレッチを本日はご紹介します。皆さん、寝る前って何かストレッチをしていますでしょうか？先ヨガチャンネルをね、見てくださっている方も大勢いらっしゃるかと思うんですが、今回はぜひですね、脂肪を燃やしたい、ちょっと体を絞りたい、できれば代謝を上げたい、そんな方々におすすめの内容となっております。だんだんね、夏の終わりを感じてきて、これから寒い季節が到来するんですが、冷え性の女性なんかにもぜひおすすめしたい内容になっておりますので、今から一緒にやっていきましょう。それでは早速始めます。では始めます。まずは両足を前に投げ出していただいて、前もものストレッチからです。片足を後ろに曲げたら両肘を床につくか、もしくはできそうな方はそのまま寝転がってしまってください。では行きましょう。息を深く吐いて、ちょっとお尻を丸め込んでから膝のお皿をマットの方に近づけていきます。ね、すごく余裕があるよっていう方は、伸ばしている方の足を、曲げている方の足の上に乗せちゃってもいいです。これはただ腰が反らないように注意をしてください。はい、では反対足も行きましょう。体一度起こしたい方は起こしていただいて、膝をゆっくり床の方に下ろしていきます。無理はしないで、余裕がある方だけ片足を膝の上に乗せていく。あと5秒です。はい、では足を崩していただいて、今度は仰向けに寝ましょう。膝を立てたら右足を左足に引っ掛けて、左足を自分の方に近づけて足を抱えます。手の位置は膝の上でもいいですし、太ももの裏でもいいので、どちらか持ちやすい方にしてください。ぎゅーっと自分の方に足を引き寄せたり、少しね、体を揺らしてみたり、どちらでもいいですね。足を離して、右足ほどいたら反対足もかけましょう。今度反対側の太ももを近づけて、手で足を抱えます。ふーっと息を吐きながら、もう一度太ももと胸近づけたり、体を横に揺らしたり、足を元に戻したら、足腰幅くらいに開いた状態で大きく左右にパタパタと倒していきましょう。腰やお尻をね、床に当ててマッサージするような感じです。骨盤周辺の筋肉を少しずつ緩めていきます。中心に動きを戻したら、右足を左足の上に引っ掛けて、そのまま両足を右側に倒していきましょう。で、この時にね、左のお尻が一緒についていかないように、下半身、お尻前面は床にくっつけたまま、右足でぐーっと左ももを押さえていきます。足を真ん中に戻したら、ほどいて反対側です。左足を右足にかけて、左側に倒していきましょう。
尻床から離さないでねってなるとなかなかね膝が倒れないかもしれないんですが、それで大丈夫です。左の足で右足を押さえてあげる。足をほどいて両膝を立てたら、今度は両膝を外側に開いて足の裏同士を合わせましょう。手の位置はどこに置いていただいても大丈夫です。足の付け根、お腹、もしくは上でバンザイしてもいいし、リラックスできるところで呼吸を繰り返してみましょう。ではゆっくりと両足中心に戻して足の裏床につき直したら、右膝を自分の方に引き寄せて左足を伸ばします。ぎゅーっと近づけて離すを繰り返してください。今日のストレッチは寝る前におすすめしたいものなので、気持ちをリラックスさせるためにもね、長めに息を吐いてみましょう。ではギュッと引き寄せた右足をそのまま左側に倒して体をねじります。左手で膝上から押さえて、上にある右腕はゆっくり大きく後ろ回しに回してみましょう。指先で大きな丸を描きます。動くの眠たくなってきたなと思ったら、右腕は肩と同じ高さに開いてそのままキープでも大丈夫です。では膝を中心に戻してまっすぐ伸ばし、今度反対足を行いましょう。左の膝を自分の方に近づけて両手で抱えます。息を吐きながら太ももと胸を近づける。ゆっくり離す。今度左足を右側に倒します。右手で膝を上から押さえて、左腕はゆっくり大きく後ろ回しに円を描きます。動かずに止まってもらっても大丈夫です。鎖骨や肩甲骨の中心あたりがゴリゴリというんじゃないかなと思います。大きく息を吸って深く吐いてみましょう。はい、では膝を中心に戻して足を伸ばしたら、最後は大きく伸びをしてキープします。胸の上で指同士を組んで吸いながら手と足を引っ張り合って大きな伸び、そのまま呼吸繰り返しましょう。一度大きく息を吸って、ため息つきながら力を抜きます。はい、では手だけ楽な位置に戻していただいて、本日は以上です。お疲れ様でした。
さんお疲れ様でした。いかがでしたかね。体だけでなく気持ちもリラックスしていただけたのではないかなと思います。今日行った動きすべてベッドの上でできるものとなっておりますので、ぜひ寝る前の習慣として毎日この動画を再生していただけると嬉しいです。今日の動画毎晩やります、寝る前のお供にしますと言ってくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてまた次回一緒に運動したいので、ぜひぜひ通知もオンにしてください。ではまたお会いしましょう。おやすみなさい。